ございます。山本真です。2回目のレンブラントゴルフクラブ御殿場さんにやってきました。ちえちゃんに教わったことをちょっと思い出しながら、こうコースどこを狙っていこうかとかやっていきたいと思います。さあスコアはどうなるでしょうか。ちょっと真剣に本当にやっていきたいと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。おお、はいはいはい、皆さんはい、皆さん10番か4番ホールパー4300もないですね。両サイドに見てください、あのバンカーだらけ、ね、右サイドバンカーもうセンターしかない。うん、バンカーに入ったらもうそりゃ入ったね。ということで比例挟めないです。ちょっと右に行く傾向があるので、ヒール旗よりあの奥のバンカー、一番奥のバンカー狙って、はい、方方面で打ちたいと思います。いい、何、ああしかも全然なんかね、ねポトポトでもちょっとすくってるのか、あれですね、まあ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 、うまい、いい、ね、ちょっとピンチあります、ちょっと手前ピッチングが100ヤードで、9番にしよう、9番で優しく、めっちゃスピン効いてますね。うん、ということで2オンこれは結構大きく違いましたね。確かに準備が良かったかな。あの茶色い、あの茶色いところでやってるやつ、絶対いけ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 、うん、あーやばい、やっぱり全然曲がんかった、うん、やだ、次はショートです。ショートバーディー取りたいですね。うん、もう9番でここちえちゃんなんかやってたの。うん、ここちえちゃんがのてました、ちえちゃんのマネジメントを教えてくれたホールです。109しかない、本当に。でもなんか練習ラウンドを想定して、なんかその時あのセンター狙うみたいな、なんか言ってた。9しかない。9番アイアンで打ちたいと思います。ちょっと大きいな。これセンター？あ、ちょい奥。ありがとうございます。中国かもしれない。撮影してて後ろの組からナイスオンとか言われるとちょっと嬉しい嬉しい今ちょっと見られてるなと思ったもんもうちょっと寄せたかったごちゃんこれでピッチングで転がしたいな。
っといけ、もっといけ、お、あ、買っちゃった、微妙な距離が残ってしまう、うん、めっちゃ残った、おかしい。ちょっとギャラリーがドマイス。ちょっと肩がダメだわ。やばい。まあまあ気を取り直して。はい。ましょう。スコアがちょっと皆さんひどいです。今コメント欄が割れちゃう、ひどいことになってるので、6番4でパン4、うん、今日はレディースからさせていただいてるので、まあカード取れてない、287、確かにパー取ったら DVD プレゼントの時はバカバカパー取ってたよな。ちょっと左、はい、うん、いや問題はない、ここは結構広がってるから大丈夫そうですね、バスが結構、うん、うん、もうなんか夏ラフって感じのラフになってきてるから、距離も長かったしね、はい、いいよ、ナイスです、ボギーのは、そう最近、うん、なんか短めのアプローチはああいうグリーン周りのはいいですけど、うん、そうアプローチの距離感をちゃんと合わせないと、うんうん、最近の課題なんですよ、確かに距離感が全然